ロールスロイス走行車はイギリスで1914年に開発された走行車である。第1次世界大戦中に120両生産され、第二次世界大戦の初期にも投入された。イギリス海軍航空隊は第1次世界大戦の間に最初のイギリス走行車戦隊を設立した。1914年9月、ロールスロイスは 利用可能なすべてのシルバーゴースト用のシャシーを新型装甲車の基礎を作るために供給するよう要求された。翌月、海軍本部にある航空部門の特別委員会では航空司令官 TG ヘザーリントンがビッカース機関銃を装備する銃刀と走行されたボディから構成される車体上部構造の設計案を提出していた。 最初に3両の走行車が1914年12月3日に配備された。しかしその時にはすでに西部戦線の移動は終わっており、ロールスロイス走行車の始祖であるこの車両の働きもすでに終わりを迎えていた。シャシー製造もまた、ロールスロイスが航空機エンジンの製造に集中するため、1917年に中止された。 この車両は1920年から1924年にかけて改修され、その結果、ロールスロイス走行車1920年型とロールスロイス走行車1924年型が作られた。1940年にはエジプトの第11景気兵連隊に34両が配備された。この車両は旧型の重刀を撤去し、 オープントップの新型銃刀に、ボーイズ対戦車ライフルと 7.7mm ブレン、軽機関銃、それに、円幕弾投射機を備えていた。エジプトでの少数の車両は、フォードソントラックから流用した新型のシャーシを用いており、フォードソン走行車として知られた。写真はこれらの車両が、ボーイズ対戦車ライフル、一丁の軽機関銃、連装の機関銃を、 対空用として銃刀に備えていたことを示している。ロールスロイス走行車1924年型。新型の銃刀を備えている。北アフリカ戦線の西部砂漠、バルディアにて1940年撮影。イギリス海軍航空隊の6個、ロールスロイス中隊は、それぞれ12両で編成されていた。1個中隊はフランスへ。 別の一個中隊はドイツ植民地での戦闘のためにアフリカへ、さらに二個中隊は1915年のガリポリーの戦いへ送られた。同年8月以降、これらの中隊はすべて解体され、装備は陸軍に移乗され、機関銃軍団の軽装甲自動車中隊で使用された。この装甲車は西部戦線のデーネと残豪の戦場には適していなかったが、 近等での作戦は可能であったため、フランスからエジプトに送られた。アラビアのロレンスこと、トーマス・エドワード・ロレンスは、オスマン帝国軍に対する作戦で、装甲車中隊を使用した。彼は、砂漠の反乱の勝利に貢献した給料の、ロールス・ロイス装甲車からなる部隊を、ルビーよりも貴重と呼んだ。この気持ちを、彼は修正持ち続けた。あるジャーナリストが、 最も価値あるものは何か尋ねたところ、彼は、ロールスロイスと、人生の終わりまでに、十分なだけのタイヤとガソリンと答えている。1922年から翌23年の、アイルランド内戦では、アイルランド共和国軍との戦いのために13両の、ロールスロイス走行車が、イギリス政府からアイルランド自由国政府に譲渡された。それらは、市街戦や、ゲリラから、 輸送部隊を護衛する際に、中心的な戦力となり、コークとウォーターフォードの奪還に大きく貢献した。相次ぐメンテナンス上の問題と、アイルランドの気候に適さない性能にもかかわらず、それらは1944年まで現役で、もはや新しいタイヤが入手不能になった時ようやく使用中止となった。例えば、アイルランド陸軍の12両は1954年に、 武装解除して売却された。アレンジマイナスに、シュリアブナンバンと呼ばれる一両は陸軍に保管されており、これは IRA のリーダーであったマイケル・コリンズが死亡した、日に随行していた車として、通常は認知されている。また本社は今日でも走行可能な二両のうちの一つで、パレードと一般公開日の際に、 定期的に展示され、しばしば自力で運行している。本社は、クラーキャンプに駐屯する、陸軍補給軍団が保守整備している。売却された12両のうちの1両は、イングランドのコレクターが保有している。第二次世界大戦勃発の時点で76両が、現役にあり、北アフリカや、イラク、シリアでの作戦に投入された。 1941年末までには新しい設計の装甲車が配備可能となったので、それらは前線任務から下げられた。一部のインド型の車両はインドア大陸とビルまで使用された。試作車両のうち一両は重刀を撤去、1ポンド対空機関砲を換装した砲刀を備えた。若干の車両にはビッカース機関銃の代わりとして、 マキシム機関銃を使用した。ありがとうございます。